今あちらがですね、一番最初に、撮影しました岡場の交差点の地点の、有馬川あたりです。でその手前の方にその川に向かって流れていく水門、河川と、こちらの方と、こういう風な形になっていて、ゴミが結構そこに沈んでいるので、あの辺あたりで一回水止めたりしなかったら、なかなか掃除がしにくい部分もあるんですよね。で、ああいう風なところの水門を開けて、あちらの、川に流してると。だから、ああいったところも何か発電機つけたいですよね。で、ちょっと上流の方がどうなってるのか、南の方に歩いてるような感覚になるかと思いますけども、向こうの方が上流です。で、有馬川、以前も説明しましたけど、向こうの方、北へ向かって行って、向こう側に合流して、で、それから下っていきます。途中風景の竹やぶです。こういう風なところがね、河川の横に大抵結構あります。本当に枯れてる竹多くて、何かに使用したいなぁと、どうしてもそういう風に考えてしまいますね。で、岡駅から今、五社駅に向かって歩いているんですが、次の水門はどのあたりに作るかっていうことなんですよね。あちらの方が有馬川です。あの河川がそうです。で、高低差自体はそこまで、岡川駅からここまで、そんなに高低差はないと思うんで、あの橋あたりに作るかどうかですよね。だからまず第一順序として、どこの工事を最初に取り掛かるのかっていうところからで、それで、高低差、この竹やぶすごいですよ。たくさん取れますよ。薪ストーブ用。けど、この辺も本当は畑にできるんですよね。あの辺りも、あの竹やぶからもう少し向こうの方だったんですけども、畑はありましたんで、この辺りもそうですよね。どなたか、こちらは手入れされてますね。それではまたもう少し先で、撮影再開します。有馬神社まで来ました。ちょっと日や陰になっていて見にくいかもしれませんけども、大きないっぱい夜行きが、その井戸の木がたくさんありますね。で、竹やぶの量がやっぱりすごいです。で、こちら河川の両サイド、これも水門作った時に巻き込み防止のために最初に刈り取らなければならないでしょうね。で、やっぱりああいう風に民家はもう少し低い位置にあるんで、この高さまでは貯水はできないです。先ほど紅葉病院の近くのところの橋を撮影しましたが、もう少し上流来たところはこの辺りです。で、ここも立派な良い橋があるんで、ここにも水門設置するかどうかですね。で、こちらから向こうにかけては向こうが上流なんですけども、両サイド民家とはありませんので、だいぶ水は貯水できますね。だからこの辺りも作った方がいいです。こちら、北神戸線高速道路の出入り口のところなんですが、向こうが兵庫区の方ですね、スズラン台と言いましょうか。で、あそこのカーブのところが、大雨の時とかって水がこう手前の方に流れてくるんで、あそこのカーブのところに当たるんですよね。で、徐々に削れていくので、その辺に落ちてる石とかで壁を補強しといた方が良いかと思います。一応ね、ちょっと遠くてよく見えないんですが、岩石だとは思うんですよ、あの辺り。けど、大型車両とかも、ほぼほぼこの道通ってますんで、負荷はやっぱりかかってると思うんで、それなりの補強は求めたいところですね。で、先ほど撮影した地点からこちらにも橋ありますけども、こちらの方でも水門作るかどうかというところですね。そんなに高低差そこまで変わってないので、もう少し上の方でもいいかと思いますね。で、またすぐに撮影再開しましたけども、こういう木も伐採したりするのもそうなんですが、やっぱりこういう山間部、山の方から木が滑落してきたら、もし何かあった時に、それが怖いんで、しっかりと、こういうふうなところもある程度は、
伐採できるのであれば、まあ、伐採しておきたいですよね。あの地点とかもそうですよね。まあ、あのね、茶色くなってるところがだいたいツタだと思うんですよ。で、今歩いてるところから見たらもうこういうような形で少しあのえぐれてるような状態にやっぱり感じますよね。こう内側内側に入ってきてるんでね、あの歩いてるところを見ると。まあ、あの辺はね、天然の岩壁です。まあ、ちょっと一旦撮影終わります。あ、その前にここやっぱりツタみたいな、あれこれがね、あの山の奥の方までずっとツタ状態なんですよね。で、ああいうふうにとあの倒れている倒木、こういったものは探したらもういくらでもあります。そうそう、あのさっき言ってたあの木にツタがだいぶ絡まってるような感じなんですよね。あのツタとかも取り除いて、まあ、燃える資源としてですね、まあ、この辺りも竹やぶですし、まあ、枯れてるようなものからね順次伐採していって、まあ、もう少し歩きます。先ほど あの竹道路とか言ってたあの老朽化した建物、あの辺りも畑に変えた方が良さそうですね。あの一応すぐそこにまで水路は来てるんで、こちらはもう昔あった東坂酒店という、まあ、お酒屋さんですね。この辺りもあの解体したら、まあ、もう営業されてないんだったらあの畑にした方がいいと思います。この辺り車止まったりしないんで、綺麗にしてね、農地にしたらその人が来て荒らしたりしたりされたら困るじゃないですか。ちょっと電源切ります。ちょうどのところから上流まで来たらこういう風に一気にあの高低差ついて、流れ込んでる状態になってます。で、まあ、こちらはまあ昔の水門なんでしょうね。あの農業用水池へと分けてるような。次、カモに出会いました2匹の、まあ先ほど撮影したあのところが先ほどあの車屋さんの向こうの方だったんですけども、もう少し北の方に来て、まあ、この辺りに水門を作れば、まあいいかなと思います。で、高さ出したいからついついそちらの方を指さしたというかあれだったんですけども、まあそうですね、あの辺りの方、そうですね、あの辺りかな。で、高さがこう来て、あそこの橋、ちょっと待ってくださいね、考えますね。あそこの急に滝のようになってたところに水門を配置するんであれば、そこですかね。まあまあ最初にまずあちらでしょうね。あちらのちょうど橋のところの方が良さそうですね。工事しやすそうですから。有馬口の駅があちらなんですけども、先ほど橋の下のところから、あそこは別の新鉄の電車の橋なので、その手前ぐらいのところか、まあ、向こうが満水になった時どの辺りまでその水が上がってくるのか、まあ、向こうまでその先ほど あの橋の下に作りましょうと言ってた地点から100メートルほどなんで、まあ、この辺りも次どこ辺りに作るかっていうところですね。だからまず向こうを作ってからですね。この辺りがどの辺りに作るか。で、高さはそんなにもうこの辺り来たらないんで。まあ、そこの横から流れてきてるから、その手前ぐらいに、こちらの手前ですね、その横から流れてるところのその手前ぐらいの方がいいかもしれないですね。ここから先はね、高さがないんで小刻みに作るしかないでしょうね。
か、それか先ほどの地点か、そこの橋のところですね。やっぱり橋で良さそうですね。ごめんなさい、あの橋で行きましょう。先ほどの中間地点なしで、多分それぐらいがいいんじゃないかなと思います。その橋の上に来ました。まあ、この辺りに作って、まあ、横から水が流れてきてますけども、これが水門閉じていたら、水位上がってきても向こうの方に溜まりますんでね。で、次の水門が、まあ、向こうの方の、建物あたりじゃないかなと思います。もうちょっと向こう行ってみますね。向こうの方が、橋のところだったんですけども、まあ、こちら、その先、まあ、あの地点からまあ100メートルあるかなどうかなという地点なんですけど、こういうように2つの川が合流します。あちらまでは排水溝のところ、通常時は 1×1 メートルのところまででいいです。でこちらから先もう少しまあ作れそうなんですけども、まあ唐戸台ぐらいのところまでで十分なんじゃないかなと思います、一旦のところは。でこちらの方はね、もうあんまり高さとか横幅ないんで、まあ水が流れてくるに任せるみたいな形で、いいんじゃないかなと思います。まあここまでできてから、それから先のことは考えましょう。